青石は長崎県松浦市高島町の高島で産出する石材である。高島の島内のほか近隣の様々な建造物に使用されており、長崎県知事指定伝統的工芸品に指定されている。高島町の青地区で採れる玄武岩を使用し、道町内で製造されている。青地区の岩は良質で粘着力に富んでいる。そのため、 繊細な加工を行うことができ、風化による教授立化も少ない。鎌倉時代に起きた現行の戦死者の遺骨を祀るために室町時代後期に建てられた墓石が起源である。江戸時代には平戸藩や唐津藩の御用祭石場となり、なお高めた。1991年、長崎県知事指定伝統的工芸品に指定された。主に石灯や石碑に使用されるほか、 最近では、玄関の支柱や、石道路などにも使われる。高島の島内では、様々な場所で青石が使われている。著名な建造物としては、高島海中ダム竣工記念碑、高島肥前大橋の親柱、高島モンゴル村の交流のシンボル塔などで、青石を見ることができる。また、近隣の平戸市のオランダ商館や千里ヶ浜の梁、石のほか福岡県、 箱崎宮の一の鳥居にも青い石が使われている。この鳥居は1609年に建立されたもので国の重要文化財に指定されている。2021年には松浦市がアジフライの聖地を宣言したことを記念しアジフライをかたどったモニュメントが青い石で制作され道の駅だから島などに設置された。建造物以外では高島の高と ホークスが共通するという縁で、プロ野球の福岡ソフトバンクホークスと提携し、青石のお守り、勝鷹を販売している。勝鷹は、現行で、神風が吹いた高島の歴史を生かした縁起物である。ありがとうございます。